専用の洗濯機があるらしいんですよ。はい、皆さんこんにちは、スバルの奥野と申します。よろしくお願いします。はい、今回はですね、外での撮影になってるわけですけれども、最近になりまして結構ですね、ありがたいことに靴を磨いてほしいっていう依頼をですね結構受けているんですけれども、その中でですね、天然比較以外布だったりっていう生地の、靴を依頼されることも多いんですけども、そういう靴だとですね、やっぱりどうしても汚れ落とすってなると水洗いをしなくちゃいけないんですよね。水洗いってなりますと今冬なんで寒いんですよ。だから正直あんまやりたくないんで、ああまあまあ今度磨くよみたいな感じですごい断ってきたんですけれども、この前ですね、すごいいいものを見つけまして、どうやらコインランドリーの方に靴専用の洗濯機があるらしいんですよ。靴専用の洗濯機の、出力を確かめるために今回使ってみたいと思います。さあ、それでは早速行ってみましょう。はいはい、というわけでやってまいりました。で、こちらがですね、スニーカー用の洗濯機になります。で、こちらの方で靴を洗って、こちらの方で靴を乾燥させる、そういう風になっております。で、1回につき200円となっておりまして、20センチ以上だと2足、 19.5 センチ以下の子供用の靴なら4足入るような形になります。で、この中に靴を入れて洗うという形になっております。では早速洗っていきましょう。今回は靴を布の靴と、もう一つ、こちらレザーを使った靴の2つのスニーカーを洗っていきたいと思います。入れ方としては、この靴のアッパーのところがブラシの方に向くように靴を入れていきます。はい、こんな感じですね。で、お金を200円で、購入すると自動的に始まりました。こんな感じで水が入ってます。閉じて、このまま20分待ちます。はい、というわけでこんな感じで仕上がりました。で、こっちの方はですね、革の部分は綺麗になって、ゴムの部分はちょっとまだ汚れが残ってますが、だいたい綺麗になったんじゃないかなと思います。で、こっちの方がですね、微妙っすね。こことかまだ黒いですし、まあ洗い終わったんでいいでしょう。で、こちらを今から、こちらの乾燥機にかけていきたいと思います。で、こちらの乾燥機の中に、スニーカーをここの筒のところにかけて、乾燥させていきます。で、こちらの乾燥にかける際はスニーカーの紐は解いてから乾燥かけるといいようです。で、乾燥していきます。さあ、というわけでね、洗い終わりました。ということでね、皆さんも興味があればスニーカー洗濯機、試してみてはいかがでしょうか。さあ、本日も動画ご視聴いただきましてありがとうございました。靴磨きっていいなと思った方は、こちらのチャンネル登録ボタンと高評価ボタンをクリック。本業のお笑いの方は下にあるツイッターで告知しておりますので、こちらのフォローもよろしくお願いします。それではチャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。